何してんの？実家にあったゲームボーイアドバンスします。くそ懐かしいやん。監督後編からいいかなと思って。いやお前分かってない。ちょ、一回見してみてみて。はい。え、めっちゃええ。夏。アメモプラス。なんかないんか、お前から。ダメって突っ立ってるんだ。すいません。チームはめっちゃ強いでした。乱すとか、そんな時期ないよ。チームええ感じやな。なる。気合い入れてやっていこうやみたいな。全体で引き上げてやってってんね。一年坊主なんかみたいな。気合い入れてやっとるやろ。なんでお前みたいな。3年間足一般ね。そんな言うよ。遊び道具持ってきてや、戦いの場に持ってくんな。そんなもん。じゃあ OK?もういらない。なる。お前みたいなゆるキャラチームの害悪。なるなるなる。邪魔。なるなる。な、聞いてる？はい、聞いてます。邪魔、害悪、映画にしてくれ。ほら、もう帰れ。なるなる。もう いられるだけで邪魔、士気が下がる。帰れ。わかりました。帰ります。はい。失礼します。お前ら、気合い入れてやれ。はい。ほっとけ。ちょっと集中してやっとけよ。はい。先輩。ん？どうした？先輩、僕のせいで。マジで気にせんで、ほんま気にせんでから。いやでも。もういいよ、俺ちょうど寮借りたかったから。マジで気にせんで、ほんま気にせんで。お前あれやで、監督に自分のゲームす絶対読んでから。ほんまに。ほんまに読んでから。マジで気にせんで。うん。もう練習頑張っとけよ。普通に練習やっとけ。はい。まあちょっと待ってって。何？何じゃない？お前、ほんまにやばい。やばい。帰ったった。じゃ帰ったったじゃない。やったったじゃない。ついに行ったったやろ。ついとは言えないけど、お前ほんまに監督めっちゃ怒ってるし。してるよ。だって怒ってたもん。俺目の当たりしてるもん。近くで見てたけどさ。うん。これ練習が次参加できるか分からない。でもどうでもええってもそんなもう一生謝っても死やから。もうとりあえずクソ気味悪いから、お前ちょっと多分練習。きついで今日。僕さんマジで申し訳ない。チームはいいけど、チームはお前個人が。でも俺はほんまにええから、もう家帰ってただけやし。ほな、頑張ってな。じゃマジで悪いな。これ。
はい、おめでとうございます。お願いします。おめでとうございます。え、いる？一応持っていくか。これじゃいかん。なお前、試合で勝ちたいなら何ぼ発言を偉そうにしても意味はない。人の心は発言では動かない。人の心を動かすのは行動。でもあれやろ、マネージャーも可愛い子、よくおるやないか。可愛いな、モテる子がおるやろ。おい、洋介、お前誰やねん。お前、人のことかけて、こういうの自分のこと言うのも捨てちゃうんだよ。学生時代の頃らしいんか、お前。おい。なあ。お前ら、ほんまわからんやっちゃな。楽しい空気と、善と、礼儀をおろそかにするな。あたる。あんな、まだ全員も草むしり行ってこい。バーバーバーる。はい。バーるバーるバーる。和訳ステーション。バーる。効果出るといいな。出るってないの？しばく。頑張れ。先輩、あ、違う、エクステーション先輩、何のしょ、なる、解放エクステーションのコツとかって教えてもらって芝生で、落ちくってんのあれで飛距離出るといいですね。笑ってる、笑ってる。バカ、この俺というものは監督に期待されてもてる。バカ、どうにかせなか。おや？これ、奥の手はこうなったら。おや？お前、翔太、昨日の話覚えてんのか？この部活では今後バナナを食べたらポイ捨てする、これを取り入れます。なるなるなる。名前だ。こんなチームでどうやっていくやつだ。朝から寝ぼけたやつがおってや。待てや、クソジジ。何やねん、寝ぼけてるって。俺らのどこ見て寝ぼけてるってねんな。いや、言えや。あの、寝ぼけてるって翔太さんのことですよ。は？どれ？いや、
下のスウェットけれでよ。監督。え？僕にボール渡しさせてください。おそうか。はい。しけたらむぞ。はい。攻撃は最大の防御さ。いくぜ、しっかりと。はい。よしよしよし。オッケーオッケー。引く。よし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 。オッケーオッケー。よし。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。引く。オッケーオッケー。あ、ちょっと待って待って。え、サード低く。ためを作って、ためを止まらぬ前にためきたり、ため作って、一回まだ待てしよう。あ、え、ためたらダメ。うん、ダメだよ。まだ待てしよう。あ、はい、え、ためたらダメ。うん、よくない。なる。ためて解放はダメだよ。なる。すいません、お願いします。オッケー、ありがとうございます。まだ松井氏が強い。食べたらダメ。ダメ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 。よし、オッケーオッケーオッケー。ありがとうございます。待って、ライン来てる、ライン来てる、ライン来てる。ちょ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 、グループ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 。ちょっこいつ、お前記録する、絶対記録する。お前つけてください。マジキショ。あら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 、大学で寮生活をしてるんですけど、夜中に不審者が来ていて。犯人の特徴は？夜中なのにグラサンしています。怪しいですね。はい、逮捕してください。最近ラーメンに文句って困ってるんです。え、ラーメンに？あ、こっちの話です。よろしくお願いします。通報がありました。署までご同行お願いします。いえ、通報って私ここの先生ですから。いや、こんな見た目の先生なんていません。皆様、ご協力いただいてくださりありがとうございました。一応皆様の学生証を拝見させていただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。学生証。ありがとうございます。あ、これ不審者の忘れ物です。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ご苦労様です。一件落着。よし。寝るか。寝よう。うん。おやすみー。おやすみー。また明日。めちゃくちゃ食えたんですよ。うわっ、びっくりした。ほんま、ここでほんま絶対したやつ。うわ、びっくりした。待って、別の出てよ。別の出てないぞ。キモいって、お前近づくって。お前ほんまに大丈夫、大丈夫。なんでそんなにいける。マジやばいって。ほんまにすげえな、これ怖すぎる。ほんまに出る。あ、ちょっと待って、あ、静かにしよう。足跡行こう。ガチガチ聞こえた。え、ちょっと待って。
やばい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 ぞやばいやばいやばい早く出せはい、閉まるよはい、出せ早く行けいや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 、マジマジで止まってましたよください。焦らずに。ゆっくりで大丈夫ですよ。焦らずに。いやー、急にすごい動きやったな、なんでや。あいつらがおらん。あの、すいません。はい。男子大学生3人組を見ていませんか。ここに降りてた様子もなくて。いやー、わからないですか。あの、違うコースに降りれるところとかないんですか。裏に一本あるんですが、今は雪崩で危険な状態だったので、立ち入り禁止にしたんですよ。僕が看板持ってたんで、誰も入ってないと思います。あなたでも一回お手洗い行かれてましたよね。その時に行ったのでは、看板ないし。本当ですか。あそこは上級者でもかなり危険だと思います。もうこの吹雪探しに行くのは明日にしましょう。ちょっとどこ行くんですか。ダメです、危険です。命より大切なものはありませんよ。ありますよ。自分の命より大切なもの、今行くのが間違ってるのは分かってます。ですが、あいつらを残して自分だけ安全なところに避難することなんて私にはできない。生徒が危険なら私は行きます。もちろんダメなことですが、あいにく人としても指導者としても私は未熟なもんで、そんな、一体どうしたら。どうしよう。あったー、やばすぎだろ、これ息すごいなー、見たことないね、こんなもん。どちらに行かれたんですか。もうなんか吹雪すごかった、しばらく気力かけて休んでたよな。で、なんか落ち着きそうになかったんで滑らずに歩いて帰ってきました。監督さんが探しに行かれて。マジですか。でも危険ですね、命より大切なものはないんで探すのは明日にしましょう。助かった。もしうまくノックできなかったらまた練習付き合ってね。黙ってください館長、黙ってください。本当に黙ってください。ありがとう。ちょっといいですか。いやいや、翔太さんは頑張ってくださいじゃなくて黙ってくださいって言ったんですよ。どけどれ。班長、さっきはすいませんでした。いいんだよ、ノック全然できなかったよ。いや、監督のせいでしょ。
館長は草野球あるのに朝まで付き合わせて、僕らに対しても意地張って自分が悪くても認めへんし、どうせ僕らのこと嫌いなんですよ、あのクソ監督。それは違うよ。実は昨日の夜ね、こんなこと言ってたんだ。館長さん、私ね、悔しいんですよ。彼らに口喧嘩負けたり言い負かされたりすると悔しくて仕方がないんです。あんなに年の離れた子たちに言い負けでも何もないのにね。なぜだかわかりますか？あいつらね、いいやつなんですよ。練習はサボるし、私のことは舐めてるようなやつらですが、本当にいいやつたちなんですよ。もし私があいつらと同級生なら、一緒にサボって一緒に楽しんでただろうな。そう思うとね、なんだか悔しくなってくるんです。だからね、あいつらに言われると極力認めたくないんですよ。自分のミス謝りたくもないし、意地張っちゃうし。指導者失格ですね。You are the sun, a gift of life。別に尊敬しろとは言わない。ただ彼の声はしっかり聞いてあげてね。You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand.